義の信仰はそなたのおかげで無事に食い止められた。次はどうすればいいだろうか。我らは劉備殿、関羽殿、張飛殿を失っても義と真っ向から戦えると示せました。今こそ呉との関係修復を図るべきです。そうか、だが簡単ではなさそうだ。呉は我らと争った相手、私たちの話を聞いてくれるだろうか。聞いていただかなくては我らの描く天下には届かないでしょう。私が呉へ向かいます。直接話せば必ず聞き遂げてもらえましょう。そうか、ならばこたびの件そなたに任せよう。私は何もかもそなたに任せてしまっているな。それが劉備殿より託された私の役目です。仁の世を実現するため何事も厭わずに行わねばなりません。よくお越しくださいました、諸葛亮先生。この度は私、陸白玄がお話を受けたまわります。あなたが、医療での策はお見事でした。いえ、私などまだまだ勉強中の若輩です。それにしても、物々しいですね。私一人にこれほどの兵を並べるとは。今や皆さんにとって私たちは葬儀以上の旧敵。この階段もその延長にあります。ならば警戒して叱るべきだと思いますが。確かに孫悟との戦で私たちは劉備殿をはじめ多くの方を失いました。その悲しみと無念は忘れえません。ですがそれでもなお語るべきことがあります。孫悟と蜀の再びの命ですか。ええ、我ら蜀漢と孫悟の対立に意味はありません。私の天下三分、亡き周遊殿が描いた天下二分、そのいずれも葬儀の打倒を目的としたもの。今こそ私たちはそこへと立ち返るべきなのです。孫悟と蜀都で大国葬儀を打つ、そしてその先は。その時こそこのような席ではなく戦場で雌雄を決することになるでしょう。わかりました。我が殿には私から五色の命の理を伝えておきます。乱世を終えるため今一度共に戦いましょう。
ごとの講和はなりました。これで我らは義のみに集中できます。では以前諸葛亮殿がおっしゃっていた北伐を決行されるのでしょうか。いいえ、そのためにはまず孝子の憂いを断つ必要があります。孔明様、それは南のことですね。義のご方面侵攻の際、南中は蜀に攻めてきました。義軍は撤退しましたが、南中はまだ対決姿勢を崩していません。後方に憂いを残したままでは万全の体制で義を攻められません。まずは南中を平定するべきでしょう。わかった、そなたの言う通りにしよう。だが平定といっても武力で抑えては義と変わらぬ。難しいとは思うが、どうか仁の志を忘れずにいてほしい。承知いたしました。南中は多くの部族が手を取り合い共存している地域です。彼らを束ねる長孟獲を倒すことが今回の戦の目的となります。しかしただ攻めるだけでは彼らを屈服させることはできないでしょう。え、じゃあどうするんですか。南中の民は敵する相手ではなく共に手を取り合うべき相手。彼らを屈服させずに振幅させるのです。そのためには心を攻めなくてはなりません。心を攻める策、それは一体。敵の心を攻め戦う気を削ぐのです。我らが勝てない相手だと分かれば降伏を促すことができるでしょう。決して一息には攻め込まず、徐々に敵本陣へと攻めてください。義と戦うには南中との融和が不可欠。大王孟獲と手を組まねばなりません。大王を振幅させるまで何度でも戦い、蜀の強さを示しましょう。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。我らは孟獲殿につくと決めたのだ。もう蜀には戻らぬ、覚悟してもらおう。皇帝はわしらの家族だ。手出しするんじゃねえ。申し訳ありませんでした。猛食を裏切らないので許してください。大使のため戦い抜く。そうそう、南中の毒沼にはご注意を。入るだけで徐々に体力を奪われます。南中には毒を無効化できる忍者もいるとか。お困りの際は探してみてはいかがでしょう。県内付近には毒沼が多数あります。入れば体力を奪われるでしょう。とある忍者が万安家に住んでいます。彼なら毒沼の対処法を知っているかも。
何？毒沼の対処法を知りたいと。では毒性を薄める薬を一人分お渡ししよう。もっと欲しければ出し大王に頼むといい。奴の薬なら毒を無効にできるだろう。南中はわしら家族の庭だ。よそ者がうろうろすんじゃねえ。
強さ。ここは引く。わしらが負けるなんざありえねえ。もういっぺん勝負しやがれ。南中王よ、勝負はすでについています。何度戦っても我らに勝てぬことはあなたが一番よく分かったはずです。し、我らにとってこれ以上の争いは無益です。ここは手を取り合い、共に国を豊かにしませんか。なんだ、攻めてきたと思ったらわしらと仲間になりたいだと。おちょくるのもいい加減にしやがれ。私たちが南中を攻めたのはあなた方が義の還元に乗り職を脅かしていたからです。侵略の意図があったわけではありません。私たちは敵ではなく共に立つべき仲間、ご理解いただけませんか。チッ、負けは負けだ。ここはおめえらの言う通りにしてやる。ただし腹から信用したわけじゃねえからな。わしらの仲間って言うんなら二度と攻め込んでくるんじゃねえぞ。ご理解感謝いたします。みんな無事に南中を平定できたようだな。諸葛亮、この後はどうすればよい。宝庫の憂いは立ちました。これより義に攻め込みます。いよいよ始まるのですね。義のご方面作戦は食い止めることができました。ですがこちらが攻めるとなれば義も必死となりましょう。我らは総力を持って攻めねばなりません。また厳しい戦となるのだな。将兵皆、戦う準備も覚悟もできております。龍勢様、いつでも号令をお出しください。ああ、その前に諸葛亮、趙雲、一つ聞かせてくれ。義と戦って我らは勝てるのだろうか。龍禅様、義は屈強な兵を揃えています。ですがそれは我らとて同じこと。この趙子龍の槍で必ずや諸君に勝利をもたらしましょう。勝たねばなりません。劉備殿や散っていった者たちのためにも。
趙雲の鮮やかな活躍により南中は平定された。皇子の憂いがなくなった蜀はいよいよ北伐の準備を始める。趙範卿では劉備の子の後、後の劉禅を100万の大軍から救出。その後も劉備を支え続けた英雄趙雲。北伐でもまた彼の力は必要とされていた。趙雲はその時に備えつつ時代の若者たちを鍛え上げる。今度は私が。じい兄上、負けちゃったみたいです。兄上も不甲斐ない。仕方あるまい、趙雲が強すぎるのだ。私が幼き後の頃からそれは変わらぬ。さあ次は劉禅様の番です。こういうところも変わらぬ。劉備殿の大志を皆で成し遂げるためです。さあ参りましょう。